一。とにかくノーボールついた頃には当たり前のように幽霊が見えていた。ユズ。か。いやお前俺の魂が欲しいんだろ。だったら俺と刺すでしょ。よっしゃ来たぞ貴様。こったけが貴様の力にかなわんこと。全国承知のはず。家族助けたいか。貴様が死に神になる。がこのザ・インパクトを体の中心に突き立て、そこに私が力を注ぎ込む。刀をよこせ死神。死に神ではない。口イルキアだ。俺は黒崎イチゴだ。うちの連中に手あげた罪を思い知れ。魚すら俺は絶対に手名を倒す。はもう読めたぜ。傷つける相手を もうよ。黒崎くんにとって黒崎一号十五歳死神業だ。ファイト。なんでここにいんだよ。ソウルソサエティとかいうとこに帰ったんじゃなかったのか。あそこへ帰れるのは死神だけだ。今の私にそのすべはない。昨夜私の死神としての力はほとんど貴様に奪われてしまった。おかげで私はこの世の被害に頼らざるを得んのだ。これに入って力の回復を待ち、今後私に力が戻るまで死神としての仕事を手伝ってもらう。あとはあんな化け物と戦うな。二度とごめんだ。バカな。昨日は見事にやってみせたではないか。それは身内が襲われてたからだ。赤の他人のためにはとてもじゃ戦えねえ。もう読めたぜ。俺は絶対にてめえを倒す。
太郎届きはもう読めたぜ。黒崎一号15歳、現在死神城代行。井上の兄貴が俺を分からぬ。だがこの間貴様を襲ったフォローからして、どうやら姿を見せない強力なフォローが貴様の霊力を食いたがっているようだ。どうすりゃいいんだ。暇などないかもしれん。あの女が危ない。フォローが肉親を襲う。本当にお兄ちゃんなの。生前最も愛した者の魂を求めるはずだ。一応私のサポート目の前、突きしろ。